まあ、ラッパーのオズマイクロン。そうじゃん。あの、僕らがやってたボーイの先輩です。よかったら、MMA やったら、いけるんじゃないか。なるほど、なるほど。九州の方から、今日上がってきてた。乾杯王子のシャンプーとしてたら、そうです。まあ、地下格闘技は九州の方で、どのぐらい実践もないぐらいです。カステン。おー。あ、それはやっぱ MMA。超いっぱい。超いっぱい。めちゃ強い。なんか今笑ってたけど、なんか、言ってあげた。乾杯王子の、乾杯王子の名前で言ってくるよ。乾杯王子。俺はそういうタイプだったんですけど、中途半端な気持ちで来てるつもりじゃなくて、本当に覚悟を背負って、じゃあお前が成り上がるんだ。なんかあれだな、なんか勝負してもらいたいな。気合は入ってるのは九州だから分かったんで。MMA で MMA で喧嘩するんやったら MMA で喧嘩じゃねえ。自分の土俵でお前の土俵でやるの、お前の土俵で。はい、はい。おー、炎上万博スパーリング第3試合を開催します。まずは青コーナーより射程力選手の入場です。すごい名前だな。射程力です。最近乾杯王子とは僕仲いいんで、はい、ぜひ射程の彼にも頑張ってほしいなと思います。そうですね、今日は会場からも見守っているという話を。おい、皆さん大きな拍手をお迎えください。やってまいりました。その勝利ある乾杯王子の前で素晴らしい戦い見せてくれるんでしょうか。お、貫禄ありますね。あれ誰の特攻服なんだろうな。さあ、まずはここからですね、参りましょうか。続いて対するは赤コーナーよりオズマイクロフォン選手の入場です。おっと、セコンドに見捨てるよ。オズマイクロン、すごいの連れてきた。豪華セコンド陣、カメラへのアピールも忘れない。実は7年前に彼と飲んでたことあるんですよ。あ、7年前に、はい、福岡の暴走族の総長をやってました彼。そうですか、はい、7年前、はい、で一度うちの僕がやってたバーであの問題を起こしてましたね。あ、それは、はい、大丈夫だったんでしょうか。大丈夫でした。よかった、はい、よかった。さあ、今マウスピースをはめて準備が進められています。さあ、チバニアンさん、はい、2人の対決、これもちょっと迫力がありそうですね。そうですね、煽り VTR のところからかなり白熱した模様だったので、まあ、このリング上1回あの決着をきちんとつけてもらいたいと思います。そうですね、どちらが倒れるかがまでもう勝負がこう続くようなね、そんな思いの強い戦いが見られそうですね、はい、そうですね、楽しみです。ミステリオさんマイク持ってますが、なんか言いたいことあるんだったらぜひ。そうですね、はい、せっかくこんな大物が来てくれるということで。そうですね、はい、みんなが見ての通り、オズ君はちょっとヒゲが濃いんで脱毛の案件お願いします。営業活動でしたね。なるほど、びっくりしました。セコンドとしては完璧ですね、よかったら俺もお願いします。合わせて。さあ、では第3試合間もなくというところまでやってまいりました。少し耳打ちをしているレフェリーからチェックが入るでしょうか。いや、でも射程力もめちゃくちゃ見た目怖いですね。そうですね、体もちゃんと締まってて、かなり鍛えられているなという感じがします。まあ、でも対するは福岡の暴走族総長ですから、ね、そうですね、はい、これは面白いんじゃないですか。やっぱそうですね、社長から見ても面白いカードになるんじゃないですか、はい、どんな戦いになるんでしょうか。改めてただいまより第3試合1ラウンド90秒炎上万博キックルールワンマッチを行います。青コーナー、身長170センチ、体重 66.8キロ、射程力。対するは赤コーナー、身長170センチ、体重 70.1キロ、オズマイクロフォン。さあ、レフェリーはこの試合も片岡さんです。合図がありました。それでは第3試合スタートです。ゴングが鳴りました。おーっと、いきなりオーズマイクロフォンの球。いやー、これは激しい大胆な攻め。おーっと、返した、ストレートが入っていく、右左狙っていく、気合入ってる、気合入ってる。おっと、一回さあ、膠着状態がない。いった、いった。おい、どっちも気合がすごいぞ。あ、攻める攻める、
激しい殴り合い、顔に入っていく、激しい、いや一発入れたら入れ返すというガンガン殴ってる、膠着状態がない戦 い、腕も下がってないですね。さあ30秒が最初経過しました。千葉にさん、ここまでご覧になっていかがですか。めちゃくちゃレベル高い戦いなんじゃないですか。めちゃめちゃレベル高いですね。おっと掴み合った一発、どうだ、かなり距離が近い、膝が入る、おでも半分経過、半分経過、さあ半分まで来ました。 DJ シャツ、ここまではいかがですか。いやめちゃめちゃすごいですね、射程に来も、お互い殴り合って殴り合って、おっと、どっちが勝ってもおかしくないような戦い。さあ左足が入っていく、さあ残り30秒、ここどうだ、しかも一発で仕留めるか、応援に乾杯王子がいないっていうのはどうなんでしょうね。おっと不在、おっと遠くから見ていることになると思いますが、さあここ少しプラスが上がった、残りが20秒切っている、おっストレート、お互いに入っていきます。右左、さあ残り10秒、シャトルに立っていられるか、立っていられるか、ふらつきを見せる、一体掴んで、さあここはレベリーがあります。残りが5秒のところです。まもなく終わる、あと5秒、さあ一発、一発、一発があるが、どうだ、両者ともに少しふらつきはあるが、ここでタイムアップです。90秒が経過しました。すごい殴り合いだ、うわどっちも戦いたくな、いや正直な気持ちですね、DJ 社長。めっちゃ怖かったな。いやそうですね、ちょっと凄まじい戦いでした。お、ここでスパチャが秀吉さんから来てます、ありがとうございます。ありがとうございます。すごいな、いい戦いでしたね。いやそうですね、まさに死闘、これどっちが勝つのか全然わかんないですね。そうですね、参りましょうか、はい、それではレフェリーによるジャッジです。お願いします。これ面白いですね。コメント欄でも予想が飛び交ってますね。はい、青コーナー、勝てるべきの勝利です。おめでとう、ナイスファイト、ナイス射程という声が聞こえてまいります。今日はまずは DJ 社長、こういう場を作っていただいてありがとうございます。いや、とんでもないです。今日福岡背負って今日来ました。射程の中の射程としてこれから、全国引っ張っていこうかなと思ってます。僕も本当にまだまだ今日ちょっとしょうもない試合してしまったんですけど、まだまだこれからどんどん全国に、射程として、やっていきます。で本当今日、ナイト TV はじめ協賛していただいた関係各社の方々、本当にありがとうございます。本当これから全国どんどん盛り上げていくんで、また炎上万博次回お願いします。お願いします。ありがとうございます。すがすがしいスポーツマンというような。今日は乾杯王子は来られてるんですか。乾杯王子そちらに、あちょうどですね、あここにいらっしゃいましたね。乾杯王子映してあげる、あ来た映ってる。ちょどうでもいいけど乾杯2期なんで上がってないですか。確かに、ちょ今度やりましょう、やりましょう。自分の下の人間ばっか差し出さんで、お前も出てこいよ。ああ、ここで喧嘩る。そう、射程2期こそ翔くん強かった。いやー、認め合う中、ありがとうね。いやでもコメントもめちゃくちゃいい試合だったっていうコメントがいっぱい来てますよ。すごいな。さあ両者に皆様大きな拍手をお送りください。